彼氏の配達いたします。へえ、コラボカフェってこんな感じなんだ。あ、ねえ、大丈夫かな。女性ばっかりで僕浮いてない？あ、そっか。うん、嫌じゃないよ。僕も君と一緒に来れて嬉しい。コラボメニューもたくさんあるんだね。すごい、君の目がキラキラしてる。せっかくの機会だし、気になるのは全部頼みな。お、ハンバーグ来た。うまそう。え、まだ？あ、そっか、写真撮るのか。はい、どうぞ。お、何その手に持ってるのは。あー、それがアクストって言うんだ。真剣に、でも嬉しそうに写真を撮る彼女を見て、そんな彼女の姿を写真に収めようとスマホのカメラを向ける。いや、一生懸命撮ってる姿が可愛いなーって思って。俺の彼女可愛いなーって。いいよ、続けて続けて。え、焼いてないのかって？全然、そんな心配してたの？だってさ、こうやって君の好きなものを一緒に共有できるって最高に幸せな時間だよ。俺を連れてきたってことは、そう思ってくれてるってことだよね。今度は俺が好きなものを一緒に楽しみたい。ああ、いいよ。何にしよっかな。あ、じゃあこのご飯食べながら一緒に決めよっか。うん、いただきます。皆さん、いかがお過ごしですか？七海ひろきです。 YouTube オリジナルコンテンツ、七つの海へ大冒険、第77回、短い時間ではありますが最後までぜひお付き合いください。さて、先ほどお届けしたのは彼氏の配達いたしますです。こちらは理想のデートや告白のシチュエーションを演じ、あなたの元へ理想の彼氏をお届けしようというショートストーリーコーナーです。今回はペンネームバラ色インコさんからいただいた推しのコラボカフェに付き合ってくれる彼氏を配達しました。コラボカフェってね、私ね、自分が関わってる作品とか、まあそうじゃなくても自分の好きな作品とかコラボカフェ行ったりするんですけど、最近ちょっとなかなか行けてないんですけど、でも行った時ってやっぱりその空間全部がこの作品を好きな人なんだって思うと、やっぱすごい別にね、そんな知り合いとかじゃないけどワクワクするというか、みんなどのキャラが好きなのかな、同じ人かなみたいな、そういうワクワク感もあったりとか、あとね、食べてる人の顔がさ、いろんなね、そのコラボメニューをすごく楽しそうな顔をしてるのがいいなと思って。で、私も自分自身もコラボカフェをやらせてもらうことがね、何度かあったんですが、それも皆さんが本当に楽しそうにしてくれてるのがとっても嬉しいなって思いますね。やっぱりこうコラボカフェっていうのは、自分とそのキャラクターとかその人とをつなぐ場所であり、食べ物であり、すごく素敵だなって思います。なんで、今回ね、推しのコラボカフェに付き合ってくれる彼氏ということでね、きっと一緒に行ったらより楽しいんじゃないかなと思いますよ。このコーナーでは皆さんからシチュエーションを募集しています。理想の彼氏とのデートシチュエーションや告白シチュエーションなど、皆さんの理想を詰め込んで送ってきてください。この番組の概要欄にありますメールフォームよりお寄せくださいませ。皆さんからのシチュエーション楽しみに待ってます。七つの海へ大冒険、今回はこちらのコーナーをお届けしましょう。
ふつおた始めました。皆さんからいただいた私七海ひろきの最近の活動への感想や聞きたいこと、話してほしいことなど、いわゆるふつおたを紹介するコーナーです。それでは早速紹介していきましょう。ペンネームミンクさん、七海さんこんばんは。こんばんは。七海さんが出演していた七色インコにちなんで質問です。七海さんが気になる鳥は何ですか？私は全く動かないと言われているハシビロコウが大好きです。クラッタリングという口で音を鳴らす姿や移動のために飛んだりするところが見られたりするとテンションが爆上がりします。七海さんがアザラシ以外に気になる鳥や生き物がいたら教えていただきたいです。健康に気をつけて毎日のお仕事頑張ってください。はあ、生き物とか鳥か。そうだな、アザラシ以外で言うと何がいるかな。まあでもあのなんだっけ、鳥のさ、インコじゃなくって、まあ、インコはね、七色インコを演じていたということもあって、ちょっとやっぱり特別なね、私の中でも特別な鳥になりましたが、まあ、個人的にあのなんか白いさ、北海道とかにいるやつだっけ、あのほらシマエナガっていう、なんかあのよくイラストとかにもあったりする2匹が連なってるやつとか、すごい可愛い。まあその鳥自体も超可愛くって、それを絵に描いてる人もすごく可愛く描いてる。シマエナガちゃんはめっちゃ可愛いなって思うから、ちょっとね、肉眼で見れたらいいななんて思いますかね。まあ、あと生き物に関しては、まあ多分私の中の深層心理で若干の苦手だなって思う瞬間が働くと、それを生き物たちはそれをもう察知するのか、あんまり寄ってきてくれないということがよくありますね。うん、ちょっと悲しいなと思って。でもまあ自分のせいなんだけどね。まあ、だから心の奥底から可愛いな、いや可愛いなとは思ってるんですけど、ちょっとこうドキドキっていう、そのどんな動きをするのかドキドキっていうのがなくなって、より仲良くなれたらいいなと動物たちには思っています。はい、次行きたいと思います。次、ペンネームゆきちさん、ななみさんこんばんは。こんばんは。林原めぐみさんのラジオ出演拝聴しました。ななみさんの心臓バクバクが伝わってきましたが、実際にお会いしていかがでしたか？林原さんが7つの海と言わず泳ぎまくってくださいと七海さんの背中を押す言葉にジーンとしました。オーケストラコンサートディアレストの MC の中で声優を諦めかけたこともあったと話されていましたが、本当に本当に諦めなくてよかったですね。私は7つの海へ大冒険を聞いて七海さんの魅力の虜になりましたので、七海さんの七色の声が大大大好きです。これからもいろんな作品で七海さんの声が聞けることを楽しみにしています。ありがとうございます、ゆきちさん。ねえ、この7つの海へ大冒険を聞いて虜になってくれたと、すごく嬉しいなって思います。うん。ねえ、あのこの7つの海へ大冒険は結構いろんなことをやっているので、ぜひみんなね、あのながら聞きしてくれたら嬉しいなって思っているものなので、うん。林原さんにお会いして、あの一番最初にあの早口言葉なんだっけな、レバニラバニラ誰か食べればだったかな、なんか早口言葉をやったんですよ。であれ、その瞬間にもらって、その瞬間に読むんだけど、まあ、林原さんはねもうペラペラペラっと言ってて、で私はもうその早口言葉どころじゃなかったわけですよ。その瞬間はもうあのいろいろ話したいこともあるし、聞きたいこともあるしってことで、あのまあちょっとこうもちろんやるけど、そっちの方に頭が行ってたからこそよりドキ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 してて、これも聞きたいあれも聞きたいが先に出ていたがためにしょっぱなに噛むっていう、ことがあったんですよ、その林原さんのラジオ出演の中で。でもあれのおかげでなんだかちょっと緊張がほぐれて、林原さん もう大爆笑してくれてっていうのがあったので、よかったんじゃないかなと逆に思っている次第ですね。もう本当にあのやっぱ声って、まあ、もちろんそのキャラクターを演じている声はあるけど、
そのご本人が出されてる声っていうのはすごくこうその人の性格とかこれまでの生き様というか生きてきた人生とかもやっぱり表すんだろうなって思う感じがして、だから林原さんのエッセイとかも読んでるんですけど、すごくこう人に勇気とか元気とか幸せを与える、生きる力を与えてくれるエッセイ、言葉を書かれる方だから、もう声からもやっぱりそういう声だなと思って、明るくて元気で力があってっていう感じがして、なんでずっと聞いてるのが幸せだなと思う収録だったんで、またいつかご一緒できたらいいなと思うし、まあ、ラジオ出演ね、また行けたらいいなと思うし、何よりまあどこかの現場でねご一緒できる日を夢見て、これからも頑張りたいなと思いました。では次行きたいと思います。ペンネーム布団から出れない人さん、面白い名前ですね。ななみさん、おはようございます。おはようございます。少し前になりますが、 X に大スペクタクルな夢を見たとポストされていて、思わずプッと笑ってしまいました。ななみさんは何の役で登場したんですか？これがもう全く覚えてないその時はね、起きた瞬間覚えてたんだけど、今はもう何にも思い出せないから、その X に書いた時にちょっと書いとけばよかったね、メモしながらね。ごめんね、忘れちゃいました。以上ありがとうございました。じゃあ最後いきたいと思います。ペンネームゆりまろさん、かいちゃん、 YouTube をお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。あえて人には言わないけれど、自分のこういうところが好きだなぁと感じるところがあると思うのですが、かいちゃんの実は私こういうところが好きなんですってありますか？私について言えば、大体の犬と仲良くなれるところや、夕方のスーパーマーケットの商品陳列の仕方で明日の特売品が分かることなどなど、物思いにふけるのにもってこいの秋なので、前向きに自分を考えるのもいいかなと思いました。いや、そうだよ、自分のこういうところが好きって思うところはすごく大事だと思う。思うことかね、自分のこういうところが好きだなと思うのは本当大事だと思う。やっぱりね、自分が自分を好きじゃなかったら誰がね好きになってくれるんだっていう、まあ、もちろんね、その自分の嫌だなと思うところを好きになってくれる人もいるからね、みんなみたいに私がちょっとはっできなかったとか、ここがなんだかちょっとうまくいってなくて、わーわーわーって今頭がショートしてる瞬間を見ながらね、ファンのみんなは、かいちゃんなんか、ななみさんぐるぐるしてるけどそこもいいと思ってくれる、なんかそこもありがたいなと思うんですけどね、自分を好きになるっていうのはすごく大事だと思うんですよ。まあ私は、基本すごく理想が高いんですよ、自分に対する。ずっとあるなんかどこまでも高い自分の理想みたいのがあって、だからずっとそれに届きたいと思ってずっともがいてる感覚があるんですけど、でもそれはいつまで経っても多分たどり着かない、永遠にある自分の目標みたいな感じで、そうで、でもそれを追い続けるのがまあなんだろうな、役者としてもそうだし、なんか声優としてもそうだし、自分の外見的な面もそうだし、内面的な面もそうだし、こうありたいなっていうのをずっと追い続けるのがいいんじゃないかなと思って、でそんな中でこう自分のダメだなって思うところを受け入れる自分っていうのが最近こう発見した部分でもあるので、自分がちょっとずつ分かってきている気がするっていうところが、なんか最近で言うとすごく好きだな自分と思えている、思い始めたところかなと思って、そう、まあ基本的にはそれ以外は多分私自分で自分のことめちゃくちゃ好きだから、そうそう、まあ、まず、ねお家の鏡を見て、今日の顔はどうだと思って、いい顔をしてると思った瞬間はよしいいぞ自分の顔と思うし、まあ鏡を見て洋服を着て、うん似合ってるぞと思うと
自分好きだと思うし、そうちょっと高めの靴を履いてね、そのヒールが高めの靴を履いていい等身バランスだと思うと、あの両親ありがとうと思って、そういうね、あの外見的な面の話をすればいろいろあるんですけどね、それ以外にもこう好きなところを見つけていくというのはずっと追い続けたらいいと思います。ってことで、今回はここまでです。お便りありがとうございました。引き続き皆さんからの質問をお待ちしております。七つの海へ大冒険。そんなわけでお送りしてきました七つの海へ大冒険第77回、いかがだったでしょうか。この番組は月2回の配信予定となっております。次回の配信日は10月25日金曜日夜の7時30分夜の7時間の予定となっておりますのでお忘れなく。そして各コーナーへのお便りもお待ちしております。番組の概要欄にありますメールフォームよりお寄せくださいませ。最後に私からお知らせです。テレビアニメ戦国妖狐戦魔混沌編エンディングテーマ夜のマニマ現在各配信サイトにて配信中、ぜひたくさん聞いてください。よろしくお願いします。5周年記念アニバーサリーソングリアレストも配信中、こちらもねぜひゆっくりと聞いてください。そして今年のクリスマス12月25日水曜日にブルーレイひろきななみ 5th アニバーサリーオーケストラコンサートリアレストが発売、現在予約受付中です。リリースイベントも開催予定ですのでお見逃しなく。そして七海ひろきの過去ライブ音源を各配信サイトにて順次配信中、ライブを振り返りながらぜひ聞いてみてくださいね。七海ひろきクリスマスディナーショーディアレストローチケプレリク先行抽選が受付中です。公演日程は12月15日日曜日ホテル日光つくば、12月18日水曜日東京会館、12月24日火曜日ホテル阪急インターナショナル、12月27日金曜日宝塚ホテルとなります。今年はね5周年を記念して各会場ごとに七海サンタが特別な企画を用意しました。詳細は公式サイトなどでチェックしてください。もう一緒にね楽しいクリスマスを過ごしましょう。このクリスマスディナーショーが終われば今年も終わりますので、今年の最後を一緒に締めくくりましょう。その他の出演情報など詳しくは七海ひろきオフィシャルホームページや公式 X をご確認くださいませ。それでは最後に一曲お聴きください。今回選んだ曲はですね、あのまさにライブ音源で配信しているこの曲を聴いてもらいたいなと思います。それではお聴きください。七海ひろきでアンビションライブバージョン。以上七海ひろきでした。バイバーイ。一人の夜見上げた空月の光見つめ問いかける、誰のために何を追いかけて掴み取る未来。